なるほど。ったく。だけど、うん。行こう。だが。えらく雰囲気が変わったな。気分転換をさせてくれているつもりかしら。だったら余計なお世話だし、寒気がするわ。風景に合わせて気分一新といきたいところだけど、そうもいかないだろうね。いろいろ抱えちゃってるしね。景色は変わったが、建物全体から漂う嫌というほどの殺気は変わらない。気分がいいものではないな。まだ戦場の方がずっとマシだ。どうせイメージチェンジするならもっと可愛らしい世界観がええのに。こんなセンスが続くようならうちテンション下がるわ。やっぱり風景が変わってる。この建物どうなってるのさ。大丈夫、みんな一緒なら。やはり建築物の構造としてはありえない変化だ。ジエンド、思った以上に異質な存在なのかもしれませんね。風景が変わったくらいで誰がビビるかよ。もうちょっとおしゃれな世界観だと俺嬉しいんだけどな。やるぞ。燃やしてやるわ。力を貸すわ。任せてくれ。できるね。みんなのために。援護するよ。任せてくれ。くらえ。ババーン。行くぞ、ほら。うん、任せて。えい、やったね。行こう。見えている。やるわよ。
ために。それ。ぶっ殺す。ほらよ。任せてくれ。くらえ。撃破。燃やしてやるわ。力を貸すわ。任せてくれ。任せてくれ。行動開始。みんなのために。それやったね。行くぞ。ほら、やるぞ。燃やしてやる。行くぞ。当たらない。行くよ。任せてくれ。ぶっ殺す。ほらよ。任せてくれ。せ、よし。やるぞ。せ、そこだ。燃やしてやる。任せてくれ。そうだ。やっ。敵撃破。しかし気になるのはあのジャッジというシステムですね。なんなんやろあの機械。人が急に消えなすったし。あれを行った直後、今までなかった塔を登る手段が現れた。
一体どのような仕組みなのか。科学的な説明がつくとは思えないな。一体ジエンドはこの塔にどんな仕掛けを。超常的な力の持ち主。そんなことは、んなもんどっちでもいいっつーの。どんな力持ってたって敵は敵だろ。どうした姫野、何か気になってるのか。裏切り者ね。一体何において裏切り者なのかしら。確かにそれは気になりますね。我々を裏切る意味がどこにあるのでしょう。世界を救いたいのはみんな同じはずなのにね。世界が壊れた方がいいなんて人が本当にいるんでしょうか。趣味じゃね。嫌な趣味に過ぎますね。我々の手にあるのはすでに起きてしまった結果のみ。人を殺し、その結果上の階層に進めたという現実。しかも裏切り者までいるかもしれないとは、なかなかハードな状況ですね。裏切り者ね。それはあなたかもしれないけど。お互い様でしょう。よせ、ジエンドの思うツボだぞ。さすが、余裕があるのね。まあ当然か。ジエンドにあんな憎悪むき出しの目を向けられるあなたが裏切り者なはずないもの。いや、それこそフェイクなんじゃね。裏切り者だからこそきつく当たってるとか。たまには鋭いこと言うのね。 98% バカのくせに。バカの配分量多すぎだろ。まっとうか変化球か、その意味においてはあなたは確かにイレギュラーですね。どちらの場合においても鍵を握っているのは。俺がよくわからないな。俺は信じてねえぜ。立派な記録をいじった。そうだな。そうだな。まあ、いや、thank you.
やあ。へえ、いいよ。でも、まあ、え？まあ、そうか。そうだな。なんだ？いや。だが、だが、何？